さ、こんなん掘って溶かせると思ってるのか。それにあそこにある大きな岩を見ろよ。土を溶かしてもあんな大きな岩をどうやって動かすってんだ。おい、声を小さくするんだ。とにかく清掃してるふりをすればいいんだ。何ふざけたことを。きっとそのうち救助が来るはずさ。なんとかなるよ。明らかに今やってるのは人力でできることじゃない。まともな道具さえ持ってないんだぞ。くそ、もうやる気。どうした、ムキになって。もしかしてクラスメートと喧嘩でもしたのか。この野郎小林、お前に言われる筋合いはねえ。やる気か。だったらやってみろよ。今大事なのはみんなで生き残ることだろうが。夏の稲刈りができなければみんな餓死するってことだぞ。この野郎、姉さんのことを口にすんな。されたいんだな、お望み通り。てめえ、てめえがみんなのリーダーになれてんのはてめえ。しやろう。びっくりしたぞ。お前が死に損なったのはまだいい。戻ってこられた。てめえを。そいつ。なんでルリコ。ち。てめえは本当にしつこい。せめて理由を知りたいんだ。ふん。いいだ。メイドの土産として教えてやる。ルリコを強姦したんだ。だが途中体があんまりも細いからうっかり。
命取りの相手だ。覚えておく必要はない。何時にとって無意味だ。シン。無礼者が。うわ。その呼び方は気に入らん。今の世で人の子はわらわをそう呼ぶのか。本当に無礼なことだ。クシザシコ、吸血鬼、不死者、名前をつける前にわらわの。そうであろう、人の子。獣目が。まだ言うか。本当に口の利き方を知らぬようだな。喜べ。坂口は？あそこにある。ほら、新たな人の子のご登場だ。おい、これ。待って、源さん、須永まで殺すつもりですか？そう、口を封じねばならん。そんな必要はないです。須永を殺す必要はない。里見。終わった後、あんたがいなくて、だから、こやつ始末せねば。待って。ああ、そういうことか。あんたも気づいてるだろう。この世界、僕はずっとこの世界のルールに従って生きてきたけど、逃げ出してくれ。泣くな。みんないつか死ぬんだからさ。一体何を泣いている？人間への復讐がそちの目的じゃろ。わらわの腹は満たされた。
やあ。なあ、言って。あいつの拳は本当にか。で、須永と坂口はどこに？みんなは須永と坂口はどこかで相打ちか何かで共に果てたって推測してるけど、須永は賢いやつだ。そんな極端なこと。でも今は二人とも行方不明さ。これは不思議。なんで僕にそんな他に話す人がいない。じゃあ君はなんで彼らはもう死んでると思うんですか？それはな、作業現場で血に染まった服の切れ端を見つけ、じゃあ獣とかでは？獣じゃないと思うんだ。だって切り口が綺麗すぎた。刀で切ったみたい。そんなことありえない。刀であっても人間の体を切り裂くのはと。ああ、なんでもない。平気平気。今日は腕が。どういうことだろうな。最近あんたもちょっと変わったような気が。どういう意味？いや、なんというか、とにかくあんたが以前よりも純真じゃなくなったような気。でもそれも仕方ない。今の状況だと純真、はあ、坂口と砂川が秩序を維持してくれなくなったから、生徒たちは最悪な場合、崩落した道の片付けも全然進まなくて、食料だってすぐにそこ。リーダーがいなくなったらどうなるか想像したくもない。君の言う通りだ。君は新しいリーダーになれないんです。いやいや、無理だな。それにもし秩序が崩壊する日が本当、その時は里見、俺、あのさ、みんな一人二個しかおにぎりもらえなかったけど。え？そんなことしなくても、君が困ったら僕は助けるよ。あんたはいいやつだね。食糧危機なんて起きないといいね。君もあまり暗くならないで。小林くんは？ジンマ。それは違う、多分、図書館で調べてみたら。うん、後で行ってみるよ。
座志向、吸血鬼、不死者、名前をつける前にわらわの意見を聞けばよかろうに。先生が今夜から夜間は外出禁止と言っていたはずよ。あなた、私もすぐに寮に帰る。君も急いで帰ることね。待って。ジンマ。知りたい？本にはドラキュラとブラド三世のことが書いてあったけど、僕が見たジンマとは違うみたいでした。あなたジンマを見たのね。うん。
あ、里美くん、弟の普段住んでいるところを見に来たのよ。まったく、何度も言ったのにこんなに散らかしてるなんて。先生、須永くんのこと。うんうん、知ってるわ。まったく、今日はこんなに雨が降ってるのに、明日できればもう一度探したいわ。これは全部あの子が拾ってきた。はい、それらは全部変わらないわね。子供の頃からあの子はこんな感じでよく遺跡で物を拾って。実は私たちは血のつながりのない兄弟なの。彼は私が引き取ったの。私にとっては弟というよりは、あの子は同級生と仲良くしたいからって。普段は私と一緒にいる。でもこれはいわゆる反抗期ってやつかしら。あの子は学校で楽しく過ごせたかしら。先生、まるで彼がもう死んだみたいに言わないでください。うんうん、そうね。ごめんね、里美くん、夜遅くにお邪魔して。ケイチも普段からお世話になってるよね。いやいや、そんなことないです。もし、あの子は本当はとてもやんちゃな子なんだから、明日できればもう一度探したいわ。はい、また明日。すべて見透かしているわ。あんな猿芝居。月先生を殺すつもりなのか。必要だったら殺す。今ここで何をするつもりですか。うん、寝るだけだ。え、今晩はここで寝る。ああ、ま、なんだ、そっちも寝床があるだろう。わらわに外で寝ろと申すか。そういうことじゃなくて。おはよう。今日はいい天気だな。あの、どうしてみんな廊下。こんなことも忘れたのかよ。雨が降らない日は運動場でラジオ体操をする。そうなんだ。なあ、なんか匂わない。何が。なんか鼻につくの。言われてみれば確かに。まあいいさ。うん、うん、
けはすごく順調にきそうだ。うん、ラジオ体操のやり方は覚えてるか？これはちょっと。大丈夫、俺の真似をすればいい。こう見えて。へえ。さあ、笑って笑って。それに学校には楽しいことがいっぱいあるはず。どうした？多分水飲み場だ。ひどい。どうしてこんなこと。何やってんだよ。みんな校舎に戻れ。教室で自習していなさい。今日の授業は全て中止だ。校舎から出るな。観察委員の生徒は残ってくれ。現場処理がある。なんだ下僕よ、わらわを呼ん。あなたがやったのか。何の話じゃ。戦国の騒ぎ、わらわがやったが。なぜ彼女を殺したんだ。ただの戯れ事だ。あの女はわらわが殺したのではない。もちろん殺しても構わぬが。やってない。
だ。本当にあなたはやってないんだ。なんだ、わらわが信じられんか。面白い。アホ者のあがきのおかしいことよ。誰？あ、俺さ。あのさ、先生があんた。井上先生。うん、そう。みんな、今はすごく不。そうだね。それだけじゃないさ、井上のやつ。崩落を片付けるのを諦めたみたいなんだ。今ある食料は夏が終わるまでしか持たない。その前に救助が来なかったら。山にある山菜を摘んだり狩りをしたりすればなんとかなるよ。山菜だけじゃ腹が満たされない。腹を空かせて弱った体でどうやって狩りをするんだ。どうもな、もう秩序が崩壊しつつあるような気がする。生徒たちの間の雰囲気。秩序が崩壊。こんなの入学以来初めてのことだ。みんな卒業できると思ってた。卒業がいいこととは限らないけどさ。もしも食料が足りなくなったら。じゃあ伝えたから、俺は先に教室に戻る。秩序、もう事態を放置できない。連海学園の秩序は市政の共同努力でようやく維持されてきたものだ。しかし今は次々と恐ろしい殺人事件が起こっている。事態はもうここまで進んでしまったんです。先生、早く解決策を考えましょう。あの、あら、こんにちは。僕は今からこの件に対する対策委員会を作るつもりだ。生徒会の監査委員ではダメなんですか？あれじゃダメよ。おそらく中に内通者がいるわ。計画が殺人犯に漏れて。あなたたちは今までの殺人事件の犯人を知っているんですか？当然よ。
座れ、さとみ。あ、まったく見逃しそうに。雨宮かきつばた、犯人はこの人よ。これがうつぎの調査結果だ。雨宮かきつばたは普段はとても控えめな生徒だが、それは表面だけだ。実は彼女はある学生秘密結社の核心。秘密結社、どんな？教師を殺し、新しい校内秩序を作ることを目的としている。は？そんな簡単に理解できないよね。でも重幸にと、この学生で構成された秘密結社こそが今の状況を悪化させている原因だ。そうよ、彼らこそが全ての問題の根源。先生、僕を呼んだ。君は対策委員会の成員になって私の助手を務めてくれない？え、宇津木は君を信頼できる人だと思ってるんだ。僕、信頼できる人です。任せてください。僕はあなたと一緒にこの秘密結社を潰し、あやめって呼んでいいよ。では時間がないから今すぐ特別行動に移ろう。ちょっと待って、構成員は。私たちの目標は雨宮かきつばただけよ。他の人たちはそれぞれの任務があるから、私たちはこの一人を排除。排除できれば相手を降伏させること。殺せ。人を殺すの？状況が非常に切迫している場合はそれしかない。それに忘れないで、始めたのは向こうだから。また それにもし向こうに武器とかあったらどうしよう。これは。これで安心だろ。こんなことまでしなくてもいいんじゃないですか？君が預かっておいてくれ。できるだけ使わないようにしましょう。さあ、出発し。緊張する？あやめはどうしてこんなに冷静なの？私が前にいた学校でも似たようなことが起こった。生徒たちが先生に反抗して校舎の一部を占拠して仮の要塞に改造したのよ。結局どうなったの？結局ひどいことになって。ごめん。だから今回は絶対に同じ過ちを繰り返さない。みんなを守るのよ。計画は？重幸が柿つばたをおびき出すのよ。僕、なぜ？向こうの組織は君に興味があるから。
君は一人で坂口信を倒したの。君も坂口信の死と僕の関係を知ってるの？ええ、もちろん知って、それに須永圭一のことも知ってるよ。ってことは、安心して、あれは重幸のせいじゃないから。でも、もしかして？当然あるよ。あのことは全部忘れてしまいなさい。あれらは些細なことに。考え込んでないで、計画に集中しよう。うん。柿椿は組織の中で計画の実行部分を担当しているから、他の人より多くの情報できれば、彼女から他の全員の情報を聞き出したい。私たちの行動はできるだけ他の生徒に見つからないようにしましょう。裏山でやるわ。どうやって彼女をおびき出すの？彼女がよくいる場所に何か置き手紙をするのよ。そう、音楽室。手紙を音楽室。私がメッセージを書いておくから、重幸はそれ。裏山に行ったら、私は君から離れたところにある草むらに隠れておく。大丈夫、この計画。安心して、私たちにはこれがあるんだ。こんなことになるとは思わなかった。これは今ある秩序を守るためよ。みんなのためだから。あなたは嘘をついているわね。ジンマに対抗できる武器を見つけたと、坂口信を一人で殺したという証拠だと。私たちはあなたが坂口信を殺したことに気づいているわ。でもあなたはそれを知らないはず。ということは重幸、いつからなの？重幸、僕もやりたくなかったんだ。手を挙げなさい。従えば何もしない。騙されてはならないわ、重幸。この女は人
その担当には神経麻痺の毒が塗ってあるわ。抵抗はやめることね。彼女と同じ目に遭いたいかしら。そいつの言うことは聞くな。というのはなんだ、どちらを助けるか迷っているのか。わらわから助言をくれてやろう。こやつらはあまりに優秀だ。いずれわらわの邪魔になろう。下僕よ、直ちに。そう嘆くな。人の子の肉体とは脆いものだ。この学校の教師と生徒の対立はもう修復不可能であろうな。わらわは別の場所に潜むつもりである。そちも共に来い。
心配だったから来てみたのですが、やはり。かわいそうなあやめ。君は、しばらく頭を冷やした方がいいでしょう。
さとみ。はい。一つ聞きたいことがあるんだけど。人の子よ、相手に源早瀬って